近い。そう近いわ。本当？マジか。マジだよ。みなさんこんにちは、ひまわりチャンネルのまーちゃんと、あれ、おーちゃんはどこだ？ねねこちゃん。めんどくさいわ。今日はですね、まーちゃんとおーちゃんは食べ物を組み合わせて全然別の味になるっていう食べ方があるの知ってますか？知らない。例えばプリンに醤油でウニ味、アイスクリームに醤油でみたらし団子とか、すごいいろんなのがあって、本物と偽物やりたいと思います。それじゃあね、まず定番のやつをちょっと試しに食べてみよう。じゃあこれ、バニラアイスとプッチンプリン。プリンの方はウニね、バニラアイスの方はみたらし団子。なんかカラメルみたいねえ。なんかあ、ちょっと待って、ウニから始めてる。ウニの匂いする。嘘だ。え、ほんと？いや、醤油の匂いだけど。いただきます。ウニ味する？ウニの味、もう分かんないけど。するかな。いただきますね。ウニ味でしょ。まーちゃん、そうそう、まーちゃん、苦いって言ったよ。なんだ、食感が？味はダメ。味はウニの味しない。目つぶって、食感がちょっとウニっぽいな。うん、醤油にプリンだね。そうでしょ。え、まーちゃん、プリンの形にあるまんね、まーちゃん。うわー、してかそんなに。ハーゲンダッツなのに。いただきます。団子の味する？みたらし団子の味する？あの、お醤油の。お団子の味しない。まあ、醤油風味。はい、みたらし。これがね、ね、これがみたらし団子です。団子です。美味しそう。どう？似てる？味。味はそれは似てるでしょ、醤油味だから。断然こっちの美味しいわ。とりあえず、今回の動画はこんな感じの、こう、ありえない組み合わせで別の味になるっていうやつをやります。はい、はい、じゃあ最初のやつ準備してきます。はい、はい、はい、準備しました。こっちかこっちか、どっちかに本物、どっちかにさっきの食べ合わせのものが入ってます。こっちがいい。それでいいの？おーちゃんこっち、まーちゃんこっち。ちなみに本物だとイクラが入ってます。偽物だと食べるとイクラの味がする組み合わせのものが入ってます。それじゃあ第1回戦、本物偽物、オープン。どっちかな。本物はまーちゃん、イエーイ。偽物はおーちゃんです。いただきます。美味しい。おーちゃんも作ろうか。一、うん、つをここに入れて、はい、みかんを海苔で巻いてお醤油をかけて食べるとイクラの味がする。あ、いくらだろう。はい、いただきます。イクラで、イクラの味、みかんの味する。近い。そう近いわ。本当？こんな近い？近いような気がします。初感を求めたらダメだよ。近い。一瞬だけ、うわっていう。2回戦目。はい。せーの、こっち。よし、じゃあじゃんけんで決めましょう。最初はグー、じゃんけんぽい。じゃあ2回戦目は当たりだとコーンポタージュ味のうまい棒が入ってます。ハズレだとコーンポタージュ味の味がする組み合わせの食べ物が入ってます。本物？偽物？レッツオープン！
ゃんが本物当てました。イエーイ。そしておっちゃんがチョコレートの上にケチャップがかかってます。すごい、どんな味なのかわからないよ。すごいぞ。じゃあパパが試しにやってみるんだよ。まーちゃんも食べる？食べてみたい？じゃあまーちゃんこれが食べたい。かわいいね、さすが。まずそう。まずそうだけど面白い方を選ぶ根っからの YouTuber だな。はい、まーちゃんお願いします。おいしい。どうぞ、まーちゃん。かぶっていただこう。ケチャップだよね。ケチャップだよ。いただきます。はい。チョコレートとケチャップでさ、コーンポタージュ味がする気がしないんだけど。うん、チョコレートとケチャップだ。全然コーンポタージュの味しないよ。へえー、なんで。いただきます。うん、チョコレートとケチャップだね。あんま美味しくないな。あんま美味しくないね。おすすめできない味ですよこれ。よし、じゃあ次。はい、じゃじゃーん。せーの。おお、分かれた。ちなみに当たりは水飴で、外れは組み合わせると水飴味になる。3回戦、本物偽物、せーの。オープン。当たりは水飴ちゃんですね。そして外れは、これ上に乗ってるのなんだかわかる？納豆。大豆。テンションガタ下がり。いっちゃってください。スライムみたい。甘。まあ水飴ですからね。スライムだこれは。じゃあまーちゃん頑張ってこの納豆チョコをいっちゃってください。水飴の味する？美味しい？美味しくない？美味しくない？乾杯。え？水飴かそうでないかって言われたら、そうでないよ。え？水飴でしょこれ。嘘。粘りもあってすごい粘りじゃん。おー好きこれ。嘘。チョコの豆に似合うのね。え、アーモンドチョコみたいな。これなんだ。もっと食べたい。はーい。はい、ニーニーも食べる？で、せーので選んで。クッキー。今回は本物はメロン、偽物はメロンの味になる組み合わせの食べ物が入ってます。はい。第4回戦、本物偽物、せーの、オープン。やだ。本物はまーちゃんの方でした。やったね。ぽーちゃんはきゅうりに蜂蜜。きゅうりに蜂蜜美味しいと思うよ。まだ食べないくせに断言するんじゃないよ。じゃあ本番本番。ザー。うわうわうわ。すごいことになってる。うわ。じゃあ兄さんどうぞ。マジか。マジだよ。これやばいな。いきます。メロン。うわ、これちょっと蜂蜜かけすぎたんじゃないのこれ。あ、そう。でもちょっとするかな。ちょっとするかもしれない。ちょっとメロンっぽい。一瞬ふわっと、あ、メロンかな。あー、メロンの味するって。まーちゃん食べてみて。気持ち悪い。気持ち悪かった。大丈夫。じゃあお父さんね。君たち何よ。何を言ってんだよ。キュウリやん。
言われやん。ニーニー、ご協力ありがとうございます。メロン食べますか？はい、なんで俺最初メロン食わしてもらえやん。じゃあ順番逆じゃない。じゃあ次は最後だからね。じゃじゃーん、こっちこっち、じゃんけんぽい。第5回戦目、本物偽物、せーの、オープン。うわまーちゃんの顔が死んでる。死ぬ空気。こっちは当たりのチーズです。そしてこっちは牛乳と梅干しです。うえ、何それ。牛乳と梅干しを一緒に食べるとチーズの味がするんだって。チーズ嫌だ。え、おっちゃんチーズ嫌いなの？チーズ嫌いなの？嫌。そう、じゃあパパ食べよう。出まーす。うまっ。すごいシュール。牛乳から梅干しが顔出してるね。チーズ好きでしょ、まーちゃん。これでちょっとチーズの味しますよ。お願いします。待って、あー、早い。食べて。どっちが美味しい？なあ、じゃあお父さんね、やっぱちょっとしっかり検証するなら。根性ないな。それさあ、梅干し一つパクって言って牛乳飲む。俺もそう思った。ねえ、さ、チーズの匂いするよ。ちょっとなんかワンパターンなんだけど。チーズの匂いする。ほんと、チーズピザに似てるじゃん。チーズでしょ。うそ。いただきます。はい、チーズだね。チーズだね。え、チーズ、チーズ。なんか一瞬チーズの味をね、すぐ消えちゃう。え、じゃあ今までで一番それっぽかったのはチーズ？みかん。みかん。なんだよ。いやー、なんかもういろんな味で面白かったね。うん。はい、じゃあこれね、お父さんにだけ特別に用意しました。じゃあどうぞ、オープン。じゃーん。お、パイの実にマヨネーズ、奥はクリームチーズに和風ドレッシング、じゃあさ、これは食べて何の味か当てて。あ、そういうゲーム。よし。はい、なんだかわかる？ん？醤油味のパイの実？ブブー。はい、じゃあ次食べて。お、いただきます。はい、うまい。うん、酒飲みたい。和風サラダ。ブー。はい、今日は楽しかったですね。はい、今日の、ね、組み合わせで別の味になっちゃうっていうやつはどうでしたか？面白い。面白い。何が一番美味しかった？おっちゃんは海苔で、あの、つぶつぶを合わせて食べた。海苔で、海苔でイクラを混ぜ、ま、たのが楽しい。美味しかったのね。あの、私はみかんを海苔に巻いたのが美味しかった。あれが一番ベターだね。その次が梅干し。梅干し。いや、なんか絶賛してたから。梅干し。違うんだ。ね、ちょっと皆さんもね、調べると結構いっぱい出てくるので、調べていろいろやってみてください。これはちょっと第2弾もやりたいなと思ってます。第2弾もやってほしい方はぜひグッドボタンを押してください。はい、グッドボタンが1000いくと第2弾あります。そうだね、グッドボタン1000いったら第2弾やろう。この動画がもし面白かったら高評価、チャンネル登録お願いします。グッドボタンを押してね。
ちょ正解正解あ正解あ正解は、パイの実とマヨネーズがカルボナーラ、えそしてクリームチーズと和風ドレッシングがフォアグラでした。フォアグラ、フォアグラ食べたことないな、そんな味わからんわ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。次の動画も見てね。バイバイ。